皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、性別に関する超重要分野を解説するよ。超重要分野？どんな異性を好むのか？という話だよ。これまで、ダーウィンやウォレスによる自然選択の提唱以来、生物進化の理論と実証研究は、様々な方向に発展し、統合されてきた。例えばハミルトンによる血縁選択や、木村元による中立進化などだ。もう解説した話だね。そして、これらに並ぶ一大分野が、性別が関わる進化。性選択だ。そこに並ぶレベルなんだね。これは、とても生々しいテーマだ。なぜなら、私たちは常に、性別の不思議に振り回されているからだ。なぜ、異性を選り好みするのか。なぜ、異性に対するアピールが必要なのか。なぜ、自分ではなく、あいつなのか。性選択の研究は、これらの疑問に答えられるかもしれない。すごくリアリティがあるね。というわけで今回は、ダーウィン以来、複雑な変遷をたどった性選択の研究をざっくり解説するよ。細かい内容はこんな感じだ。あと、例の儀式。はい、明けましておめでとうございます。今回は、性別に関わる進化の話です。複雑なので、ずっと先送りにしてきましたが、そろそろ手を出すことにします。なるべく整理したつもりなので、楽しんでもらえたら嬉しいです。そして、今年もよろしくお願いいたします。というわけで、始めよう。そもそも、性選択って何なの？自然選択とどう違うの？例えばクジャクのオスは、絢爛豪華な羽を持っている。この羽、実は尾羽ではなく、その上部から生える上尾頭という羽だ。豆知識。で、この羽、どう思う？自然選択で進化するだろうか。自然選択って確か、生存に有利な特徴が進化するよって話だったよね。どう見ても動きにくそう。そうだね。自然選択を言い出したダーウィンも、そう思った。そこでダーウィンは、こういう説明をした。生存には不利でも、繁殖には有利なら進化しうる。これはどういうこと？例えば、ある鳥のオス A は、地味な色で、10年の生涯において、5の子供を残せるとしよう。一方、同種のオス B は、ド派手な羽を持ち、それがとても負担なので、5年しか生きられない。だが、オス B はとてもモテるので、20の子供を残せる。短命なオス B の方が、子供が多いんだね。この時、進化的に有利なのは、派手なオス B だ。進化において重要なのは、生存期間ではない。生存している間に残すことができる子供や遺伝子の数だ。つまり、生涯で他のオスより子供を多く作れるのなら、短命でも構わないんだ。だから、オスの派手な装飾が進化するとダーウィンは説明した。これが性選択だ。生存率の自然選択と、繁殖成功率の性選択って感じだね。あるいは、進化の圧力が自然環境に由来する自然選択と、同種の異性に由来する性選択といったところかな。だから、自然環境が相手では明らかに生存に不利な特徴でも、異性が相手なら、進化することもある。生きるか死ぬかに関わる進化じゃないってことだね。だが、性選択は発表当時、それほど受け入れられたわけじゃなかった。説得力に欠けたからだ。え？なんで？まず、当時はメスがオスを選ぶという証拠が乏しかった。確かに、ダーウィンが例に出したクジャクは、オスは派手で、メスは地味な羽だ。しかし、それはオスが派手だというだけで、メスがオスを選んでいるということにはならない。雌雄差は別の原因で生まれるかもしれない。仮にこれがいいとしても、なぜ、メスがオスを選んだりするのか。これらの疑問に対して、ダーウィンの説明は不十分だった。そうなると、他にどんな説明があるの？例えば、ダーウィンと共に自然選択を発表したウォレスは、派手な模様であろうと、何かのカモフラージュとして機能すると考えた。自然選択だってことだね。ジュリアン・ハクスレイは、派手な装飾でもって他のオスを威嚇すると説明した。あるいは、同種であることを確実に判別する機能があるとも説明している。キューコットは、警告色という、毒を持ってますアピールだと説明した。仮説も色とりどりだね。無論、どれもありそうな話だ。だが、戦う時も、捕食者から逃げる時も、クジャクのオスは、華麗な羽を広げたりしない。ではいつ広げるのか。もちろん、メスの前でだ。今では、メスがオスを選ぶという証拠は山のようにある。その中でも、有名な実験を紹介しよう。黒鳳雀というアフリカのサバンナに生息する鳥は、スズメほどの大きさの体でありながら、オスは50センチに達する尾羽を持つ。長。その昔、倫理という言葉の使い道が、しりとりぐらいしかなかった時代、尾羽を切り張りする実験が行われた。切る？
そう、尾羽を切って短くしたオスや、その尾羽を他のオスにくっつけて長くなったオスなど、いろいろな尾羽の長さで、メスの好みを比べたんだ。なんておおらかな時代。実験の結果、尾羽が長くなったオスほど、メスを獲得できることが分かった。このことは、オスの装飾が、メスに選ばれていることを示している。豪華な装飾には確実に、異性が関わっている。でも、なんでオスが派手じゃなきゃいけないの？その理由は、オスとメスの根本的な違いに由来する。生物学では、大きい配偶子を持つ方をメス、小さい方をオスと呼ぶ。ということは、メスの方が、配偶子一つ一つを大事にしなければならない。どういうこと？配偶子サイズが大きいということは、その分、栄養やエネルギーを投資するということだ。このことは、人の食卓に卵が並ぶことからも、容易に理解できるだろう。卵は栄養あるよね。そして、そんな配偶子を、大量生産することはできない。だが、オスが持つ小さい配偶子ならば、大量生産が可能だ。栄養満点だけど少数の配偶子と、栄養はないけど多数の配偶子ってことだね。よって、ここで性別による繁殖戦略の違いが生まれる。オスにとっては、配偶子を作るコストが小さいので、多数メスと交配することが、遺伝子を集団に広める有効な戦略になる。しかしメスは、そうはいかない。貴重な配偶子を安売りするわけにはいかないんだ。あ、だからメスがオスを選ぶの？そう、ばらまくオスと、吟味するメスの構図だ。メスはオスよりも、繁殖に関わるエネルギーが多く、養育期間が長いから、生涯に残せる子供の数が少ないんだ。オスは交尾するだけでいいけど、メスはそうじゃないんだね。もちろん、オスとメスで、使う総エネルギー量に大差はないかもしれない。ただし、配偶子サイズが違うがゆえに、エネルギーの使い方が違う。このことは、ダーウィンも指摘しているけど、大きな謎が残る。例えば、鹿の角のように、オス同士がメスをめぐって戦うのなら、オスにだけ、立派な角があるのは理解できる。しかし、戦いには使わないカビな装飾はいかにして進化しうるのか。それに、メスの襟好みはどうやって始まるかもわからないよね。全くその通りだ。性別の虜になった研究者たちは、様々なケースに応じた説明を考え始めた。以降は、生き物が見せる恋愛模様を紹介しながら、5つの主要な仮説について解説しよう。まず、主要な理論は、直接的か間接的かで分けることができる。何が？メスが受け取る利益だよ。間接的というのは、メス自身ではなく、メスが産む子供に利益があるという場合だ。このパターンは後で解説するので、ここでは置いておく。じゃあ、今は直接的な利益の話？そう、わかりやすい例が、アジサシによるギフトだ。アジサシのオスは、メスに対して、魚を送る。魚？要するに、食事をおごって、気を引こうというわけだ。ダイレクトアタック。こういったギフトは雲でも有名だ。餌を糸で包み、メスに送る。なんでそんなことするの？ギフトが示すのは、オスの能力だと考えられる。いかに良い、栄養価のあるギフトを用意できるか、良い縄張りを確保しているのかの指標になりうる。そして、メスの生存率や繁殖成功率を増加させる。直接メスの利益になるってことだね。そしてもちろん、メスが気に入らなければ、交配には至らない。厳しい世界だね。ただ、こういう行動は実際にあるものの、豪華な装飾の進化の説明ではない。装飾がすごくても、メスの直接的な利益にはならないよね。それに、襟好みがなぜあるのかも、説明していない。ということで、襟好みの起源についての話をしよう。さあ、厄介なのはここからだ。メスの好みはどこから来るのだろうか。魚のギフトなら、大きさとかでわかりやすいのにね。何が難しいって。メスの好みは、定量化が難しいと思われていたことだ。私たちのコミュニケーションにおける定番ネタの一つは、どんな異性がタイプなのか、だ。ジェニファー・ローレンスとか？しかし、その好みの理由を、言語化できるだろうか。好きかどうかという質的なものを、どうやって量的な水準に落とし込むのか。ダーウィンの説明によれば、生き物は生来の美的感覚を持っている。そう考えていた。審美眼みたいなのがあるってこと？その通りだ。しかし、これは何の説明にもなっていない。そもそも、審美眼を持つかも不明だし、持っていても、なぜ持つに至るのか、何も説明できていない。そして、なぜオスの装飾の進化につながるのかも、説明していない。ちょっとお粗末な説明なんだね。そういう理由もあって、性選択は自然選択ほど注目されていなかったけど、研究者たちはすぐに、単純なことに気づいた。何に気づいたの？
そもそも、美的感覚を持つかどうかは、問題ではない、ということだ。メスが選ぶということは、オスが持つ、特定の特徴を選びやすいというだけの話だ。では、どんなオスを選びやすいのか。その説明の一つ、知覚バイアス説を紹介しよう。バイアス？要するに、個体が知覚する情報に、偏りがあるという説明だ。例えば、とある種の主な餌が、オレンジ色だとする。ということは、自然選択は、オレンジ色をよく知覚できる個体を選抜することになる。つまりここで、オレンジ色に対する知覚バイアスが生じる。オレンジ色に敏感になるんだね。では、異性にモテるのは、どんなオスだろうか。知覚バイアスによって目立つオレンジを持つオスなのではないか。これが知覚バイアス説による説明になる。もともとあった知覚情報の偏りに、後からオスが乗っかるんだね。そういう順番になるね。この仮説を支持する有名な例を2つ紹介しよう。1つ目は、ブンガラガエルのチャックコールだ。カエルの鳴き声？そう、このカエルは、ブンブン鳴くんだけど、その中に時折、ガラッという声を混ぜる。結構大きめの声を出すんだ。このガラッがチャックコールであり、メスを引きつけている。そしてやはり、よりチャックコールを発するオスがメスを獲得しやすい。チャックコールが好きなんだ。この先行性について、ある疑問が浮かぶ。チャックコールが先なのか、メスの好みが先なのか。そりゃ、オスのチャックコールが先なんじゃない？いや、メスの好みが先なんだ。え？それはおかしくない？それだと、オスのチャックコールがないうちから、チャックコールが好きなメスがいることになるじゃん。実際にそうなっているんだ。ブンガラガエルの近縁種には、チャックコールがない種がいる。つまり、チャックコールを獲得したのは、ここになる。右側の2種にはチャックコールがあるんだね。ところが、左側のチャックコールが存在しない近縁種のメスは、チャックコールを聞かせると、強く反応する。驚いたことにメスは、存在しないオスの特徴を好んでいるんだ。なんでそんなことが起こるの？知覚バイアスは、自然選択によって生じた副産物と説明される。この場合、いきなり発せられる異質な音は、捕食者の接近や、餌の動きを知らせる合図なのかもしれない。であれば、その合図に対して敏感な個体が生き残っているのは不思議ではない。オスはそれを利用してメスを引きつけるという説明が可能だ。必要な機能を利用した求愛って話だね。このことは、ソードテールという魚でも見られる。オスの尾びれは剣のように長く、たなびいている。そしてメスは、長い尾びれを好むことが知られている。ブンガラガエルと同様、長い尾びれがない近縁種のメスは、なぜか長い尾びれを好むんだ。オスの尾びれが長くない種なのに、メスは長い尾びれが好きなんだね。まとめると、メスの知覚バイアスは、オスの特徴よりも先に生まれうる。そして、知覚バイアスは、自然選択によって生まれた副産物というのが、知覚バイアス説の基本的な説明になる。でも、実際に副産物なんて生まれるの？それは十分あり得る。例えば、鳥の巣の近くに、卵より大きい丸いものと、その鳥の卵を置いておくと、大きくて丸い卵ではないものを、積極的に巣に戻そうとする。丸いという刺激が、親鳥の行動を引き出すんだ。ガバガバじゃん。こういった、普通はありえない誇張された刺激を、調整上刺激という。特定の形とか色に、過剰に反応しちゃうことがあるんだね。もしかしたら、人が何かを美しいと思うのも、何かの知覚バイアスの結果なのかもしれないね。それはさておき、次の話をしよう。メスの好みはいかにして、オスの装飾を複雑にするのか。その説明が、ランナウェイ過程だ。どういう意味なの？ランナウェイとは、走り去る、といった意味だよ。ゴーオーイガー、ハーシーリーダーシータラー。そう、止まらないんだ。え？ランナウェイ過程は、メスの好みとオスの装飾が、互いに延々と進化する過程の説明だ。1915年に R.A. フィッシャーが理論を提出してから現在まで、支持する人が多いアイディアだ。どういう話？まず、さっきの知覚バイアスなどのように、何らかの先行性がすでにあったとする。そして、オスの装飾やメスの先行性も、遺伝子によるものだとする。そうなの？最近では、目にある光受容体の遺伝的変異が、メスが選ぶオスの特徴に影響することを確かめた研究が、東北大学から出ていたよ。好みが遺伝子の変異に左右されることがあるんだね。ランナウェイ過程は、この先の話だ。ちょっと込み入った話だけど、性による遺伝子の混ぜ合わせは、オスの選ばれやすい装飾の遺伝子と、メスの好みを支配する遺伝子を、連鎖させる。ちょっと何言ってるかわかんないです。要するに、連鎖すると、オスの装飾と、それを好むメスの遺伝子の両方が、一色多になって進化しやすくなるんだ。
遺伝子がグループを作っているようなイメージかな。順を追って説明しよう。例えば、遺伝的に赤い色が好きなメスがいたとする。そのメスは当然、より赤っぽいオスを好むだろう。この時、オスの赤色を作る遺伝子は、メスによって選抜される。より赤くなる遺伝子がたくさん次世代に伝わるんだね。その遺伝子に、赤を好む遺伝子が連鎖しているとする。赤を作る遺伝子も、赤を好む遺伝子も、グループみたいになってるってことだよね。じゃあ、オスも赤が好きなの？遺伝子がオンになるかはともかく、オスも持っている。そして、連鎖した赤を好む遺伝子は、選抜の対象にならない。オスが持つ、赤を好む遺伝子は、害がないなら、変異しても、別に構わないことになる。要するに、オスが持ってる赤を作る遺伝子は、変異して赤を作らなくなったら大変だけど、そこに連鎖してる赤を好む遺伝子は、多少変異しても問題ないってこと？大体そういう感じだ。では、このペアの娘は、母親と同じ好みを持つかというと、そうじゃない可能性がある。親から、変異した赤先行性を伝えられたかもしれないからだ。そうなると、娘は母とは、ちょっと違う好みを持つかもしれない。そしてその娘は、また少し違う好みを持ち。という、オスの好みの有効とも言えるものが生まれる。メスの好みが変わっていくんだね。しかも、連鎖する遺伝子は、赤に関わるものだけじゃない。他のいくつもの、模様や部位に関わるものも連鎖する。じゃあ、そういうのも一緒に変わっていくんだね。そういう遺伝子は、ヒッチハイク遺伝子とも呼ばれるよ。こうして、移り変わるメスの好みに応えるかのように、オスの装飾はどんどん複雑になっていく。まさしく、恋の暴走だ。そうやって、際限なく複雑になるんだね。いや、際限はあるよ。オスの豪華な装飾は、大抵エネルギーを使う。余計なものを作ってるからだね。それに、捕食者に見つかりやすく、逃げにくいかもしれない。つまり自然選択の圧力がかかる。いくらモテて、たくさんのメスを獲得できるポテンシャルがあっても、あまりにも生存率が低いなら、繁殖する機会を失ってしまう。そんな、生存と繁殖のバランスが崩れる平行点に達して初めて、恋の暴走は、終局を迎える。確かにこれなら、すごく複雑なオスの装飾を説明できるね。しかし、もっともらしい説明に見えて、弱点もある。例えば、メスの襟好みに負担があるなら、ランナウェイ過程は続かない。襟好みに負担があるの？そう、好きなオスを選ぶには、まずは出会わないといけないから。移動によるエネルギーコストや、捕食リスクがある。もし出会えても、襟好みによりお断りした結果、次のオスに出会えずじまい、ということもあり得る。そんな負担をかけるぐらいなら、近くのまあまあなオスと交配する方が有利になる。そういった数理的解析があるんだ。メスに負担をかけたら、ランナウェイは続かないんだね。さて、影が見え始めたランナウェイ過程だが、条件次第では、起こりうる過程ではあるし、現在も改善と拡張が続く理論だ。何回遺伝子の連鎖とか、難しい話だったね。そうだね。では次に、もっとわかりやすい話をしよう。豪華な装飾と、その好みについての、別の説明だ。四つ目は、有用遺伝子説だ。また遺伝子じゃん。それはそうだけど、直感的にわかりやすいと思う。有用遺伝子説の肝は、オスが、私は優れた遺伝子持ってるんです、と宣伝してるという仮説だ。それがどうして装飾と関係あるの？つまり、豪華な装飾は、良い遺伝子の象徴だって話だよ。あんな邪魔そうなものを持ってるのに、優れた遺伝子って言えるの？邪魔だからこそ、良い遺伝子の宣伝になるんだ。邪魔だからこそ？つまり、こんなに邪魔なものを持ってるのに、普通に生存できている俺はすごいでしょ？ということを示している。周りくどい。しかし、そうせざるを得ない。遺伝子の質は、目には見えないものだからね。であれば、それと関連する特徴を示せばよい。例えば、私の年収は5400万円です。そして、さらに年2回のボーナスを残しています。と豪語する男がいたとしよう。しかし、口だけなら何とでも言える。うん、そうだね。しかし、腕に高級時計が巻かれていたら、電動扉のランボルギーニムルシエラゴを乗り回し、都内のタワーマンション85階に住んでいたら、お金持ってそう。そう、目で見てわからない経済力を可視化できるんだ。大きな負担があっても、平気で生きていられる。故に、自分は他より優れている。これの遺伝子バージョンが、有用遺伝子説の考え方だ。どれだけ負担に耐えられるかって感じだね。有用遺伝子説を支えるのは、アモツ・ザ・ハディが提出したハンディキャップ理論だ。オスの負担のことをハンディキャップと呼ぶ。この理論は、さっきのランナウェイ過程と、ある意味では正反対のものだ。
違うのはわかるけど、どこが反対なの？ランナウェイでは、オスの装飾が複雑になるほど、モテる代わりに、生存率はマイナスになる。しかし、有用遺伝子説では、複雑な装飾は逆に、生存能力が優れていることを示す。こういった性質の違いから、ランナウェイと有用遺伝子は、性選択の双璧となっている。それが二大理論なんだね。この性質に注目すれば、ランナウェイ過程と有用遺伝子説、どちらを支持するか検証可能だ。例えばグッピーでは、オレンジの面積が大きいオスほど、メスを獲得しやすい。一方で、オレンジが大きいほど、生存率が下がることが分かっている。つまり、オレンジの面積が大きいことは、生存率が高いことを宣伝してはいない。それはそうだけど、それがどうしたの？つまり、どちらかというと、装飾が負担となって生存率を下げてしまう。ランナウェイ過程による装飾の進化を支持している。そっか、ハンディキャップなら、生存率が高くないといけないんだね。さて、有用遺伝子説では、オスの装飾はシグナルとも呼ばれる。そして、シグナルは正直であることが条件になる。正直じゃないといけないの？だって嘘だったら、それを選んだメスの子供は有利にならないから。そのシグナルの遺伝子は集団に広まるとは限らない。故に、嘘をつけないような特徴がシグナルとして機能するはずだ。嘘をつけない特徴。例えば、餌由来の物質を体色に使う場合だ。鳥類では、赤や黄色の色素であるカロテノイドを、体内で作れない。あれは餌由来の色なんだ。だから、実際に餌を取る能力がなければ、鮮やかな赤を作ることはできない。それなら嘘をつけないね。実際は、可能かもしれないけど、そもそもの能力が足りないオスは、生理的に無理をする代償として、生存に必要な他の能力を削ることになる。そういうシグナルだけが、正直なシグナルとして機能する。嘘をつきにくいシグナルで、分不相応なシグナルは罰を受けるってことだね。そう、借金をして身の丈に合わない高級時計を買ったところで、生活が苦しくなるだけだ。この仮説を支持する研究例として、シジュウカラを紹介しよう。小鳥だね。その辺によくいる鳥だよ。オスは、ネクタイのような黒い帯を持っている。黒い帯が太いほど攻撃的で、集団内での地位が高い傾向がある。そして、帯が太いオスの子供は、細い帯を持つオス親の子供より、越冬の成功率が高い。つまり、帯の太さは、生存能力を示していると考えられる。これは、太い帯のオスが、子供を立派に育てたからではない。帯が太いオスと細いオスのヒナを入れ替えて育てさせても、育ての親ではなく、遺伝的な親の帯の太さが越冬成功率に関係していた。じゃあ、帯の太さは有用遺伝子のシグナルだったのかな？でも、嘘つけるんじゃないの？シジュウカラのような小鳥でも、小競り合いはあるんだよ。強者に対して、虚勢を張って挑んでみても、実力が伴っていないのだから、悲惨な結果に終わるだろう。よって、嘘をつくより、分相応なシグナルを持つ方が、結局はオスにとって、最善の結果をもたらすんだ。嘘の代償があるんだね。せっかくだから、もう一つ紹介しよう。種目バエは、両眼が離れた奇妙な顔をしていることで有名だ。なんだこいつ。メスは、より、目が左右に離れたオスを好む。様々な栄養条件でオスを飼育してみると、餌条件が悪い場合、目の間の距離を保てないオスが出てくる。このことから、目の間の距離が長いほど、そのオスが餌をうまく獲得できると考えられる。つまり、目の間の距離が、正直なシグナルになってるんだね。わけのわからない形でも、そういう機能があるかもしれないんだね。なお、この仮説は、クジャクの羽の説明になるかもしれない。そうなの？実は、クジャクのオスは、子育てを一切しない。メスはシングルマザーであり、オスからもらうのは、遺伝子だけだ。メスは遺伝子しか見てないってこと？はっきり言うと悲しくなるけど、まあそうなる。オスの育児がないから、メスの審査は厳しい。そういう生態と結びつけると、有用遺伝子説は説得力がある。じゃあ、ランナウェイと有用遺伝子は、どっちが正しいの？それは何とも言えない。そもそも、どちらも子供に対する、間接的な利益を考えているからね。理論的にも複雑で、決着はついていない。そんな中、また別の仮説が提唱されている。ということで、直接利益に注目した、最後の仮説を紹介しよう。最後に紹介するのは、メスによるコスト回避に関する仮説だ。メスにはどんなコストがあるの？この仮説では、交尾回数のコストだ。オスの立場では、小さい配偶子である精子を大量生産して、多くのメスと交尾するのが有効な戦略だ。最初に言ってた話だね。だが、メスはそうではない。オスに比べて配偶子をたくさん作ることができない以上、
配偶子を受精させられるだけの交尾回数で済ませた方が良い。交尾によるエネルギーの消費や性感染症のリスクなどを余計に追うことになるからね。じゃあ、オスとメスで最適な交尾回数が違うんだね。そう、これは性的対立と呼ばれる現象だ。この話も奥深いので、別の機会に解説するつもりだよ。性別は奥深いねー。さて、交尾を望むオス相手に、メスはどうしたら交尾回数を減らせるだろうか。ここでは主に2つの説明がある。1つは、相手が異種のオスである場合の繁殖干渉説だ。種が違う相手ってこと？そう、特に似ている近縁種との間で、そういう間違いが起こる。これは繁殖干渉と呼ばれる現象で、メスにとって、負担でしかない。本当に意味なさそう。であれば、何かを手がかりに同種を区別できれば助かる。それは声でも、匂いでも、色でも何でもいい。同種のオスが、異種のオスと少し違う特徴を持っているなら、繁殖干渉によるメスの負担が少なくなるので、彼女の遺伝子は進化上、有利になる。つまり、メスの先行性は、同種を見分ける機能があるって仮説だね。そう、これが一つ目、繁殖干渉説だ。二つ目も似たようなものだ。ただし、相手は異種ではなく、同種を考える。性的対立説だ。同種なのに交尾を避けるの？その理由は、さっき説明したように、オスはたくさん交尾するべきだが、メスはそうじゃないことに由来する。あ、そうだった。では、メスはどうやって交尾回数を減らすのか。簡単な方法は、特定の特徴を持つオスとだけ、交尾するという方法だ。ある特徴っていうのが、装飾につながるってこと？そういう説明だよ。どういう異性がタイプなのか。もしかしたら、特定のオスを好んでいるのではなく、避けているだけなのかもしれないね。この辺、男女で捉え方が違うかもしれないね。さて、まとめると、異種のオスを回避するのが繁殖干渉説で、同種のオスを回避するのが性的対立説だ。違う言い方をすれば、特定の特徴を持たないオスを避けているとも言える。メスが好むんじゃなくて、メスが避けてるってことだね。これらはもちろん、メス自身の直接利益になる。間接利益は、メス親を通した子供の利益だったよね。そう、オスによるコスト回避が注目されるのは、直接利益の方が、進化のハードルが低いからだ。この仮説を支持する研究を一つ挙げよう。アメンボ類では、強制交尾が見られる。強制？オスが無理やり交尾をけしかけるんだ。メスはこれに対して、交尾器を塞いで対抗する。しかし、オスは水面を叩いて、魚をおびき寄せる。なんで？オスはメスの上に乗っているので、メスの方が捕食されやすい。つまりメスは、早く交尾しないと魚に食われてしまう。これはメスにとってのコストになる。食べられるリスクも、交尾回数の増加もね。そして、両性の形態には、しがみつくオスと、振り落としたいメスの、激しい攻防の痕跡が、進化のスケールで認められる。つまり、メスが好むのではなく、避けることによる進化が、実際に起きているんだ。好きも嫌いも襟好みだけど、方向が違うかもしれないんだね。でも、どの仮説もそれっぽい証拠があったけど、結局どれが正しいの？そのあたりについて、今回の内容を振り返りながらまとめてみよう。今回は、異性の選び方の進化について解説したね。5種類話してたけど、どれが正しいのかな？現実的な落としどころは、いずれも正しい、だ。性差という結果は、一要因で生まれるのではなく、複数の要因によって生まれるのかもしれない。例えばどんな感じ？例えば、玄関前の道が濡れていて、ズボンの裾が汚れたからといって、雨のせいにするのはナンセンスだ。誰かが水を撒いたのかもしれないし、清掃車が路面を拭いたのかもしれない。マンホールから下水が溢れた可能性だってある。怒りの矛先は、証拠によって推定しなければならない。オスの装飾も、一つの原因でできたとは限らないってこと？そう、例えば、自然選択による認識能力の偏りがあったり、メスの交尾コストの負担が選択圧となるとき、少しだけ色や形が違うオスたちの中で、特定の特徴が配偶相手に選ばれやすくなる。比較バイアスとかコスト回避の話だね。そう、一部の研究例はすでに紹介したね。それらはメスによる襟好みをスタートさせる要因として、互いに矛盾もしないし、両立しうるんだ。こういう関係は、排他的ではないと表現される。比較バイアスとコスト回避は、排他的ではない説明なんだね。そして、最初はちょっとした違いであっても、それが一度始まると、ランナウェイ過程により、オスの特徴とメスの先行性が複雑になっていく。だが、多くの場合、メスが選ぶことに負担がかかるので、ランナウェイ過程はやがて止まるだろう。
生存率が低くなりすぎても止まるんだよね。そう、複雑になったオスの草食は今や多大なコストを払って維持されている。よって草食を維持できるのは多大なコストを払えるオスだけになる。つまりランナウェイ過程の終局地点の手前で有用遺伝子を持つオスとそれを好むメスによる正直な信号の発信と受信が行われる。こんな感じで性差が維持されるメカニズムは移り変わることも全然あり得る。今回解説した仮説群は互いに矛盾せず同時に成立しうるんだ。道路を濡らす原因は一つじゃないかもしれないんだね。そう、目の前の結果には複数の原因が複合していてもおかしくない。そしてそれぞれの原因について客観的に検証するのが科学だ。性選択についてはもしかしたらもう答えは出揃っていて、あとはいかに統合するかの問題だけなのかもしれない。さて、長くなったけどそろそろおしまいにしよう。ちなみにオスの方が派手な生き物やオスがメスを選ぶパターンについては別の機会に解説するよ。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白いと思ったらチャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。また見てね。